シード界のガンダムの意味とは、数あるガンダム作品。その中でも、ガンダムの定義は様々です。宇宙世紀シリーズでは、RX78 ガンダムに始まり、機体名を指す場合もあれば、TR1 ガンダムヘイズルのように、象徴を表す場合、ガンダム F91 のように、見た目が過去のそれっぽいということで、ガンダムと名付けられる場合など様々です。一方で、鉄血のオルフェンズでは、ガンダムフレーム搭載機をガンダムと呼ぶという形で、明確に定義されていることもあります。その中でも、機動戦士ガンダムシードシリーズでは、ガンダムという名の OS を搭載した機体が、ガンダムと呼ばれます。しかし、このシードシリーズにおけるガンダム、実は確認されているだけでも、6種類あることを皆様はご存知でしょうか。今回は、そんなシード界におけるガンダムの意味について見ていきたいと思います。1. General Unilateral Neural Link Dispersive Autonomic Maneuver Synthesis System。 こちらは、ストライク、デュエル、バスター、ブリッツ、イージスといった初期 GATX シリーズに搭載されている OS の名称となります。日本語では単方向の分散神経接合によって自律起動を行う汎用統合体システムとされていて、この内容を見てみると、まず単方向の分散神経接合とは、単方向なので情報が一方向にのみ流れるネットワークを意味します。そして分散神経接合なので、システムが複数のノードやユニットによって構成されていることを示しています。つまり人間の神経系に似た方法で情報を処理する機械のネットワークを指していると思われます。次に自律起動なので、システムが人間の介入なしに独立して操作や決定を行う能力を持つとわかります。いわゆる AI や機械学習アルゴリズムが組み込まれているとわかります。そして汎用統合体システム、これは様々なタスクや機能を実行できる統合されたプラットフォームを指しています。全体をまとめると、人間のように多くの異なるタスクを実行する能力を持ち、一方向の通信プロトコルを使用して自律的に動作する分散型のロボティックまたは AI システムを指しているということになるので、要するに人間らしい動きを可能にする学習型 OS ということになります。ストライクは初戦でアーマーシュナイダーを構えて人間のように走り、ジンに対してそれを突き刺していました。また人間化のように蹴り飛ばす動きなどもしているので、この人間らしい動きを可能とする OS があってこそのことだと思われます。さらにこの OS はストライクノワールのような系列機にも採用されています。地球連合のガンダムタイプに採用されているようなので、フォビドゥン、レイダー、カラミティにも搭載されていると思われますが、この3機に搭載されている OS の種類はアニメ内では描かれておらず、書籍機動戦士ガンダムシードメカニック&ワールドではブーステッドガン専用のものが採用されていると記載されていたり、書籍機動戦士ガンダムモビルスーツ大全集2006ではナチュラル用 OS と書かれていたりします。ナチュラル用の OS とは言ってもガンダムの名を冠しているので、ストライクの OS を連合軍が独自に改良したものが搭載されているのかもしれません。他にもこの OS はアストレイにも搭載されていて、例えばレッドフレームの場合はロミュールが改良して使用しています。ハイペリオンも同様の OS で、シードデスティニーに登場する暁にも同じ OS が使用されています。ちなみにオーブの量産機 M1 アストレイに関しては、劇中では M1 アストレイの表示画面にガンダムと表示されていることから、 M1 アストレイの OS はガンダムだと考えられます。しかしネットでは Google 検索で M1 アストレイガンダムと入力するとガンダムじゃないと検索候補に出てきたり、 Pixiv ではガンダムを頭文字とした OS とはなっていないと書かれていて、 M1 アストレイはガンダムじゃないという意見が見られます。シード界のガンダムとは、もともと名称としてガンダムの名が付けられている第5ガンダムやインパルスガンダムブランシュを除いてガンダム OS 搭載機を指すはずですが、なぜ M1 アストレイはガンダム OS が初期テレビ版の頃からアニメ内に登場しているのにガンダム扱いされないのかと不思議に思い、ツイッターで皆様から意見を伺ったところ、面白いことが分かりました。まず M1 アストレイの OS に関する設定を見てみると、もともとオーブが開発した OS では敵の的にしかならないとかなりに言わしめるほど大した性能ではありませんでしたが、キラが OS の改良を行ったため M1 アストレイは機敏な動作ができるようになったとされています。ではそもそも
オーブが開発した大元の OS とは何でしょうか。これを調べてみると、プロトアストレイの一機であるアストレイブルーフレームの OS は漫画内でガンダムと表示されています。さらにゲーム G ジェネレーションクロスレイズのレッドフレームの説明では、ナチュラルがモビルスーツ操縦を可能とするための実験機として開発中だった試作 OS が搭載されているとされています。これらを踏まえると、 M1 アストレイの OS はプロトアストレイから改良されたガンダム OS だと考えられます。しかし不思議なことに、 M1 アストレイのガンプラの表記にはガンダムとついていません。シード界のガンダムタイプモビルスーツはフリーダムガンダムのようにガンダムと名前がついているので、 M1 アストレイの OS がガンダムであればガンダム M1 アストレイのような表記になるはずということになります。つまり作中の描写から考えると、プロトアストレイの流れを組む M1 アストレイはガンダムタイプのはずなのに、ガンプラから考えるとガンダムではないのです。もしかしたらこのように媒体によって判断が変わることから、いつしか M1 アストレイはガンダムではないと言われるようになったのではないでしょうか。 Generation Unsubdued Nuclear Drive Assault Module Complex。 この OS はフリーダム、ジャスティス、プロビデンス、そしてストライクフリーダムにインフィニットジャスティスといった核エンジン機に採用されています。日本語では抑圧されていない核駆動世代の強襲モジュール複合体となっており、核動力源で制限なく動く世代のもので、攻撃能力を持った複数のモジュールを組み合わせたものということでしょうか。要するに核搭載モビルスーツ向けの OS という感じがします。フリーダム、ジャスティス、プロビデンスは核動力によって無限に高火力の武装を使い回すことができるため、この OS が採用されており、さらにストライクフリーダムとインフィニットジャスティスは登場時期こそ違うものの、もともとはフリーダムやジャスティスと同時期に設計が進められていたところを、クライン派の組織ファクトリーが試作パーツや設計データを入手して後年に完成した機体という設定を持つため、同じ OS が採用されているようです。なおドレッドノートの OS は不明ですが、この設定を考慮するとこれらの機体と同じ OS が採用されていると考えられます。またエクリプスの OS は2号機の起動時にガンダムとだけ表示されていますが、背景にオーブのロゴが映っていることから、アストレイ系列と同じようなものか、もしくはエクリプス自体がフリーダムの技術が盛り込まれていることを踏まえると、フリーダムと同じ意味を持つと考えられそうです。 3. Gunnery United Nuclear Duetrian Advanced Maneuver System。 これはデスティニーとレジェンドに搭載されている OS 名称となります。日本語では核デュートリオン統合先進機動砲撃システムとなっていて、これは核やデュートリオンを搭載し複数の機能や技術を統合した先進的な攻撃システムを指すようです。デスティニーとレジェンドはハイパーデュートリオンエンジンを搭載し、さらにデスティニーはあらゆる局面に対応できるというコンセプトに基づいた武装を持っていて、レジェンドは最新式のドラグーンシステムを搭載しているので、このような名前になっていると思われます。ただ不思議なのが、この2機は核エンジン搭載機ですが、この2機の開発背景としてユニース条約が締結されている世界観なので、表向きはザフト軍における核動力の使用は禁止されています。そのため型式番号である ZGMFX42S と ZGMF666S の末尾の S は、本来核を表すアトミックの A がつくところを核搭載機ということを秘匿するためにあえてセカンドステージの S となっているのですが、 OS の名称を見れば思いっきり核搭載機ということがバレるようになっています。ちなみに劇場版のライジングフリーダムとイモータルジャスティスの型式番号はメタルロボット魂版を見ると STTS-909 と STTS-808 になっていて、末尾に S や A がついていないことから、これだけでは核搭載機か判別することはできません。もし OS 起動画面が公開されれば核搭載機かどうか判断できるのではないでしょうか。 4. Generation Unrestricted Network Drive Assault Module Weaponry。 これはシードデスティニーに登場するザフト機、インパルス、カオス、アビス、ガイア、セイバーに搭載されている OS の名称です。日本語では無期限のネットワーク駆動世代の強襲モジュール兵装となっていて、これは情報技術やデータネットワークに依存する新世代のシステムであり、攻撃用の多機能モジュール武器システムを指すようです。攻撃用多機能モジュール武器システムというと、確かにどの機体にも様々な武装が取り入れられているので、
なんとなくわかるような感じがしますが、ネットワーク駆動というのがいまいちピンとこない感じがします。もしかするとこれらの機体にはデュートリオン送電システムが組み込まれていて、インパルスにはデュートリオンビーム照射を受けてエネルギーを補充しているシーンが存在することや、インパルスが新独自のトリッキーな動きを行っていることなどを踏まえると、各機体の戦い方を学習し、モビルスーツの動きをより良くする昨今のようなベータネットワークを用いた教育型コンピュータの仕組みになっているのかもしれません。 5. Gigantic Unilateral Numerous Dominating Ammunition。 これは地球連合のデストロイに搭載されている OS の名称です。日本語では巨大制圧核集約要塞となっていて、巨大で一方的に各地を制圧する目的を持ち、多数の圧倒的な弾薬を持つ要塞という、まさしくデストロイを体現するような言葉です。ストライクの OS 名称はモビルスーツを人間らしい動きにするためのオペレーティングシステムというイメージがありますが、デストロイの OS 名は機体を動かす OS の名前というより、デストロイのコンセプトをそのまま当てはめているような感じがするのは気のせいでしょうか。 6. Guider Unmanned Deployment Autonomic Manipulation。 これはスターゲイザーに搭載されている OS の名称です。日本語では無人自立運用展開共同機となっていて、無人で自立運用し宇宙探査を展開するという思想を叶える機体といったところでしょうか。まさにスターゲイザーを体現するような言葉です。こちらもデストロイと同じく機体を動かす OS の名前というよりは、スターゲイザーのコンセプトが当てはめられているような印象を受けます。ということで以上、判明しているシード界のガンダム OS についてのまとめでした。こうして全体を見てみると、ストライクの OS は人型機動兵器を表すものの、徐々に機体のコンセプトを表す言葉遊びへと移り変わっているような印象を受けます。シードシリーズのガンダム起動画面でのガンダム OS 表示がもはや恒例のような印象を受けるので、劇場版の新機体も発進シークエンスで映し出されるのかもしれませんが、果たしていかに。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。